はい、どうもマロチです。よろしくお願いします。初めの一歩やっていきましょう。今回から宮田一郎編のイフストーリーをやっていきたいと思います。これですね、フェザー級東日本新人王決定戦幕内一歩戦です。はい、スキル設定、宮田君って基本的に打たれ弱いんで、この HP の上限を大きく上昇させれば、そういう面ではそのカバーできると思うんですけど、打たれ弱いんだったら打たれ弱いままでいこうかなと。宮田君の色を消すようなことをせずに、宮田君のね、良さを生かすような、スキルを設定していきたいなと思ってはいます。カウンターヒットしたパンチの攻撃力が上昇、これ使いましょう。で、宮田君といえばヘッドハンターなんで、これと、カウンター強化、ヒートアップか、魅力感じ、カウンターへの維持、ダウン回数によって徐々にカウンターヒット時の攻撃力が上昇していきます。これは後々だね。どうしようかな。カウンターをね、やっぱ生かしたいんだよね。これかな、相手の攻撃してくるタイミングが分かるようになります。光るやつだよね、ほんと序盤につけてたやつだけど、避けれると思うんだよな。一本の時に一応目で見て避けて、攻撃ってことやってたんで、ヒートアップにしとこうか。とりあえずこれでいきます。頑張りましょう。ちょっとね、宮田君を動かすのあんまり得意じゃないですけど、なんとかしましょう。頑張ります。東日本新人王準決勝は宮田一郎の勝利で幕を閉じた。決勝のリングで宮田を待つのは幕の内一歩。約束を守り抜いた2人が東日本フェザー級新人王の座をかけて雌雄を決する。一郎、幕の内対策だ。とっくに完成済みさ。頭の中で俺はもう何百ラウンドもあいつと戦ってる。スパーリングでやらかしたミスはもうしない。今回は確実に仕留める。しかし幕の内もあの頃から着実にレベルアップしているぞ。絶対勝ち上がってこいよ。東日本新人王の決勝は俺とお前の決着の場なんだからな。あいつは俺との約束を果たした。しかも絶対不利の下馬評の中、優勝候補の早見を KO して。あの頃のあいつじゃない、それはよく分かってるさ。けどこんなところで足踏みなんてしてられない。一郎、幕の内には悪いが、新人王はあくまでも通過点。俺の目標はこのカウンターが世界で通用するのを証明することだ。頑張りましょう。一歩の時はね、その避けてからカウンターってのができたんだけど、それは一歩がね、避けて打つを同時にできる選手だからってのもあって、だから連打が効いたけど、宮田君はそれできないから、いかに綺麗なカウンターを当てるか。とうとうこの日が来たな。プロのリングで宮田君と決着だ。ラウンド1、ヒットアンダーウェイ心がけて慎重に。何持ってんのあいつ。防御力アップ、なるほど。フェザー級東日本新人王戦の開始です。綺麗に入ったんじゃない。しっかり距離取ってね、やっていきましょう。
なんかこうね、違うんだよな、迫力がないというかね。もうちょっとこうがっつり連打も当ててって良さそうかな。なんかアドバイスくれ、うまく動かせない宮田君を。一歩はタフなボクサーです。ダウンしても立ち上がった後、スキル回調の激励で HP をより多く回復していきます。はい、インターバルに逃げ込まれやすいので、一歩の HP と残り時間に注意しながら戦いましょう。まあそういうのはいいんだ。ぶちかませ一郎、火中に栗を拾い逃げ。ラウンド2ファイト。もうちょっとこうなんか便利な技を連教えてほしいんだけど。慎重に。ラインラウンドのゴングが鳴りました。普通ノックダウン制だっけ、新人王って。新人王決勝戦は6回戦だから普通ノックダウンだな、確か。使えちゃった。これ強いな。このなんかこう横に移動しながらのストレートは強い。まあ板垣君が新人王戦の決勝戦でやったのと同じような感じだと思うんだね。負けるつもりなど毛頭ない。まあだいぶこう、うん、分かった、こういう感じかなっていうのはつかめてきた気がする。フェザー級全日本東、ごめんなさい先導戦だと思います。多分ヒートアップ2、お、いいね、ヒートアップ2は嬉しい、つけたいな。うん、先導戦ですね。ヒートアップもつけときましょう、忘れないうちに。よし、今回はここで終わろうかなと思います。次は、フェザー級全日本新人王決定戦、仙道武志戦ですね。原作だとスパーリングはしてます、仙道と宮田は。まあ仙道が勝ちましたけど、その時はプロのリングの上では対戦することはないですね。多分この先もないんじゃないかなと、うん、思いますけど。はい、次は仙道戦頑張りたいと思います。はい、今回はここで終わります。バイバイ。